こんにちは、ゆうゆうホルンです。都内の方からファンレターをいただきました。ありがとうございます。では早速開けてみたいと思います。じゃん。あ、まだ何か入ってますね。あ、あと飴が入ってました。たくさん書いてくれてますね。ありがとうございます。ゆうゆうホルンさんへ、はじめまして。はじめまして。今月で13歳になる中1の女の子ですね。誕生日おめでとう。はい、私はフクロウの目でゆうゆうホルンさんを知ってからいろいろな曲を聴いてきました。特に好きな曲はストーリーとスマイルアゲインとビーアライブです。眠れぬ部屋のノーチェや仮面の少女、ノンフィクションも聴きましたが、とてもいい曲でした。私はゆうゆうホルンさんの歌声とストレートな歌詞が大好きです。ということで嬉しいです。ありがとうございます。長くなると思いますが、私の話を聞いてください。私は自傷行為をしていて、左腕にたくさんの切り傷があるため、長袖以外着れないんです。なので体操着や夏服、水着が着れないんです。担任は兄が中学で不登校になった原因の先生らしく、あ、お兄さんがいて、そのお兄さんが中学で不登校になったんですね。矛盾の多い先生で、矛盾を見つけるたびにイライラしてしまいます。なので担任に傷のことを言うか迷っています。矛盾の多い先生か。まあでも長袖以外着れないってことなんだけどね、やっぱり夏になると水泳の授業とかもあるんだろうし、まあでも普段からね、体育だとやっぱり体操着着るもんね。そういう機会たくさんあるしね。まあ誰にもバレずにね、隠し通すってなるとかなり大変だよね。誰にも相談できなくて辛いです、ね、どうやったら人を信じることができますか。本当の自分を知られたら人が離れていってしまうようで、愛想笑いがやめられません。傷つくのが嫌でずっと逃げて生きてきましたが、もう逃げれそうになくて、もうどうしたらいいか分かりません。毎晩消えたいと考えてしまい、自分のことが嫌になります。あとカミソリやカッターがそばにないと外に出れないのは異常でしょうか。この後それでね、その親がタバコでストレスを発散していて、そういう、まあそういう話があるけど、まあでもその自傷行為でね、たくさん傷がね、刻まれてるわけだよね。で、その後もあるし、で、ここには書かれてないけども、きっとそのね、そのやっぱりその傷だけ、傷の分だけさ、たくさん辛いことがあったんだと思うんだよね。ね、その度に、そのね、やっぱ自分でこう抱えきれないぐらいの、その辛さをね、どうにか、ね、やっぱ必死に抑えるのに、やっぱりその自傷行為をしたんだと思うんだよね。で、お母さんがさ、その傷を、まあ、見つけるたびにね、言う言葉があるよね。ここに具体的に書かれてるけど、やっぱこれを読む限り、お母さんはね、知らないのかもしれないよね。なんでそういうことをするのかってのが多分わからないんだと思う。もし学校とか、まあ、お家でもそうだけどさ、その傷のことで何か否定的なことを言われたとしても、まあ、もちろんその時はすごくショックだと思うんだけどさ、あんまり気にしないでほしいんだ、できるだけ。こういうのはあなたが悪いわけじゃないからね。まあその自傷行為とかさ、ね、そのカミソリやカッターがそばにないと外に出れない、ね、そばにないとやっぱさ、不安なんだよね、ダメなんだよね。それだけ辛い思いがあるっていうね、その辛い思いを背負ってるっていう証拠だと思うんだ。やっぱ何かあったんだよね。でさ、それを知らずにね、やっぱそういう否定的なこと言ってくる人がね、やっぱ世の中にいると思うんだ。で、本当にその人たちってのはなんだか分からず言ってきてるから、そのね、自傷行為っていうこと自体をほとんどね、知らないで、なんでそうなったのかなとかさ、でなんか趣味で別に切ってるわけじゃないしさ、それだけ辛い思いと戦ってる証拠だと思うんだよね。まあでも今一番気になるのはやっぱりね、その学校でその傷をどうするかだよね。まあなんか一時的にはその、まあ包帯を巻くとかリストバンドをするとかで、まあちょっと隠すことはね、多少できるかもしれないけど、それを卒業まで続けるのはなかなか大変だよね。まあ書いてくれてるけどさ、その学校で共通の趣味を持った友達ができたのですが、傷のことがバレたらと考えてしまって楽しめないです。やっぱり友達といてもね、なんか不安が出てきちゃうもんね。なんかバレたらね、この関係がダメになっちゃうんじゃないかとかね。まあでもね、担任の先生にその傷のことを言うか迷ってますって言ったけど、まあ担任の先生がちょっとね、そのなんか矛盾が多いってことで、なんか言って大丈夫なのかなってところがあったとしたら、なんか担任の先生の前になんか保健室の先生とかに、行ってみた方がいいのかもしれないね。まあその学校のこと、お家のこと、ね、もうちょっと詳しく後で個人宛に送ります。
書けなかったことがたくさんあるので、また手紙を送らせていただくかもしれませんが、よろしくお願いします。はい、いつでもお手紙待ってます。こちら可愛い絵が書いてありますね。うじうじしている自分を直せるように頑張りたいと思います。そしてそして、なんとこちら、じゃん、似顔絵を描いてくれました。ありがとうね。なんかいい感じに描いてくれて、似ていませんがゆゆホルンさんを描いてみました。これからも素敵なアーティストさんでいてください。応援しています、ということで、ありがとう。なんとしかもですね、下にはフクロウさんがいらっしゃるのでしたね。ありがとうね。飾ろうかな、どっかにね。ということで、お手紙ありがとうございます。この今撮ってる動画を編集するときに、このね、飴を舐めようかな。はい、ではゆゆホルンでした。バイバイ、ありがとう。チャンネル登録お願いします。